ケビン・アレクサンダー・ルッソは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ウェスト・ベビロン出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、三弱ンと大学から、ベーラー大学に編入する。2006年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・ヤンキースから20巡目指名され、入団。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで45試合に出場した。2007年は、 AAQ 短波ヤンキースで109試合に出場した。2008年は AAQ トレントンサンダーで71試合に出場した。2009年はトリプル AQ スクラントンウィルクスバリヤンキースで90試合に出場した。オフにルール5ドラフトでの他球団の指名から守るため40人枠に登録された。2010年5月8日にメジャー初昇格し、 同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビューを果たした。5月21日のニューヨークメッツ戦でメジャー初安打を記録した。この年はメジャーで31試合に出場した。2011年5月6日にジェストットを40人枠に登録するためリーフとなった。この年はトリプル A 級スクラントンウィルクスバリで113試合に出場した。 2012年は、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリで101試合に出場し、オフに対談した。2012年11月18日に、デトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだ。2013年は、参加のトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで103試合に出場し、オフに対談した。その後は、野球界から遠ざかっている。ありがとうございます。